から来てくれました。杉江さんです。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。みなさんこんにちは。貝塚市から、大阪府貝塚市から来ました、杉江さんです。そして私、貝塚学生まちづくりプロジェクトの神谷と言います。どうぞよろしくお願いします。貝塚市の、ゆるキャラである杉江さんは今年11歳の誕生日を迎えました。拍手をお願いします。貝塚市は大阪府の南に位置する市で、四季の浜もあったり、さまざまな自然豊かな市になっております。そこで今回、私たち、学生の、学生プロジェクトと杉江さんを紹介したいと思います。ぜひ皆さんよろしくお願いします。早速ですが、杉江さんに関するクイズで皆さん盛り上がっていきたいと思いますので、ぜひご協力お願いします。じゃあ、でで第1問、貝塚市杉江さんの名前の由来は何でしょうか。3択でお答えいただきたいと思います。1番、杉江口を言う。言うの杉江口、杉江さん。1番、杉江口です。そして2番目、貝塚市の特産品である杉江口から杉江口、杉江さんが来たと。3番目、まつげがユニークなということで、まつげから来てる杉江さん。さあ、どれかだと思いますか。手を挙げてください。お願いします。1番だと思う人。杉江口を言う杉江さん。じゃあ2番、杉江口が有名だと思う方。ありがとうございます。たくさんいらっしゃいます。ありがとうございます。3番のまつげが有名な、いらっしゃいます。ありがとうございます。じゃあ正解は杉江さんどれかな。1番、3番、2番。そうみたいです。そうなんです、杉江口が有名ということで、ここの口の部分が杉江口の髪を溶かすとこ部分になっておりますので、ぜひまた見に来てください。続いて第2問、私たち学プロと一緒に SNS を通じて情報発信しているんですが、一緒に撮影した場所はどこだと思いますか。ということで、1番、海に行って泳ぐという。1番、そして2番、テニスで、テニス対決をするという。2番、3番目、木登りをすると。さあ、この1から3番どれかな。杉さん、ちょっとヒントやってみて。お、じゃあ早速行ってきましょうか。1番、あ、OK、よっしゃ。伊藤さん、私ここ立っとっても大丈夫、浮かかく問題ない、一緒に海行ったらと思いました。2番、テニス対決。ありがとうございます。3番目、木登り。案外木登りできるかも。ありがとうございます。正解は、そうやね、一緒にテニスをして、テニスもできる杉江さんということで、ちょっと変わった一面もあるということで、お願いします。最後に1問だけ、この杉江さんが得意なこと何でしょうかということで、いろいろあるんですが、ダンスが1番、2番目、ピアノが弾ける杉江さん、3番目、ズボンが取れる杉江さん。ちょっと最後はちょっと難しくなっておりますが、どれかお手を挙げください。1番のダンスができる杉江さんだと思う方、ありがとうございます。ピアノができると思われる方、ありがとうございます。皆さん、3番目の相撲ができると思う方、ありがとうございます。じゃあ杉江さん、どれかな。じゃあダンスができる、できる。お、じゃあ2番のピアノは、ピアノもそう。じゃあ3番目、相撲は、
そうなんです。杉江さんは1から3番ダンス、ピアノ、相撲すべてができるです。正解はすべてでした。ありがとうございます。最後にあの SNS も通じて発表してますので、貝塚学プロで検索していただければ動画回ってますので、ぜひよろしくお願いします。以上で貝塚市の杉江さんの紹介でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。私杉江さんって紹介しましたが、杉江さんということです。はい、皆さん覚えてください。はい、ありがとうね。ではこの